皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は自宅人気教室と不人気教室の第一印象の決め手ポイントとはということについてお話をしたいと思います。実はですね、このお話をしようと思った背景がありまして、私は経営のコンサルタント、教室集客の方のコンサルタントなんですけれども、前職の中の経験値の会社員時代のですね、経験値の中でインテリアコーディネーターっていう資格も持ってて、実際に建築の方のプランニングをしていたことがあるんですね。それでその中にですね、照明計画っていうのも当然入ってきたりとかするんですね。新築の図面の中で例えば、どこに1棟っていうと、例えば6畳に1棟とか電気配線をしていく都合があってここに1棟なのか、あとは建築家照明といって、ダウンライトとかをどのあたりに配灯するかとか、ブラケットが欲しいと言われるとそのブラケットの位置とかですね、そんなのを考えて配灯をしていったりとかして、部屋全体の明るさ、ないしはそれを雰囲気をどう変えるのか、例えば、光源を調光できるような調光スイッチを使うような場合にはどういうふうにしていくのかとか、光ですごく部屋のイメージとかシーンとかが変わったりするので、そんなものも合わせてインテリアコーディネートの一環として提案をしていたりしてた時期があるんですね。ということは光っていうものに対しては非常に多分普通の方より敏感で、写真も撮ることもあって、それも光と影っていうので写真っていうのは撮っていくものになりますので、影の位置、光の位置っていうのが写真を撮る際にも非常に重要になってくるので、もともと光っていうものを感じる環境にいるようなお仕事をしていた経歴が長いんですね。なのでコンサルタントはやってるんですけれども、最近ですね、特にクライアント、自宅教室の先生の、ご自宅とかですね、そちらにこう距離的なものとか、あとは内装的なものとか印象とか、そういうものを見るために訪問して、コンサルをやったりするようなことも最近ちょっとやってるんですね。それで以前に、こちらの方の自分自身もパン教室をやる前に、法人でやってた時にですね、たくさんの教室を回ってたことがあって150ぐらい回ってるんです。でその時に感じた印象と、今回改めてクライアントさんの家にですね、コンサルタントとしての目で見るケースとインテリアコーディネーターとして見る目の両方で見た時に、あ、こういう共通点があった、人気教室と不人気教室、不人気って言っちゃうと悪いんですけれども、人にとって第一印象があまりよろしくない場合の改善ポイントも含めてお話をしていくかな、いこうかなと思ったのが今回のお話のテーマです。なので今すぐ変えられるような点とか、どんなところに気をつけたらいいのかっていうのを、今日はちょっとですね、珍しくマーケティングではなくてですね、インテリア建築の方から、集客しやすい第一印象がいい、リビングキッチン、このことについて光を中心にしたお話をしていきたいと思います。まずですね、結論から言います。外から入ってきた場合の第一印象で、その教室がいい印象を持たれるか、あんまり良くない印象を持たれるかっていうの、一番の重要なポイントは明るさです。明るい、明るいというのはそこにいる人間が明るいっていうことではなく、もう単純にその部屋の中の雰囲気が明るいか明るくないか、これ非常に大きなポイントになるんですね。人って明るいところからちょっと一段下がった暗いところに入ると、本人が意図していなくても気持ちが下がる傾向があります。逆にそこが暗いところから明るいところに移動するっていうだけで、パーッとこう晴れたような明るい印象を抱くような体のですよ、その家が実際にどうのこうのとかではなく、脳がそういうふうに思ってしまうという、まず傾向があるというのを知ってていただきたいんですね。だからトンネルって暗いじゃないですか。だけどトンネルの先って光が見えてますよね。そのずっと長く暗いトンネルが終わって、向こうに光があるとこう気持ちが晴れるような気がするじゃないですか。で明るいところからトンネルに入るとちょっとこう気分が落ちるようなイメージがあるのは、明るさで気分が左右されてるっていうことなんです。
だからこれはよく、私クライアントさんとかにも伝えてるんですけど、人と虫は明るいとこが好きっていう、それは本当に物理的に明るいっていう部分と、人間が明るくて楽しくてワイワイしているお祭り騒ぎとかいう意味も含めてなんですけど、人と虫は明るいところが好き。これはよくお話ししてることなんですね。そういう感覚からすると、私は訪問した時にですね、第一印象をまず非常に重要視していて、要は入り口から入った時の第一印象ですね。大概マンションとかそういうところでやられてる場合には、廊下がまず暗いですよね。普通は廊下には光はないからです。そうするとやはりね、そこでは電気はつけなきゃいけないんですけれども、全てが明るいことがいいわけじゃないんですけど、少なくとも外から入ってくる場合には印象としてどのみち暗くはなるので、お客様をお出迎えするっていう意味では雰囲気はありつつも明るい照明の方がおそらくいいと思います。はい、まずそれが1点なんですね。そして実際に入った後ですね、これは建築的にもうどうしようもない場合にはしょうがないんですけど、まず、明るいか暗いかっていうのは窓の大きさが関わってきますよね。で、それがやはり2面とか窓があれば、2面採光だったら、角部屋とかだと2面採光になるので、当然明るい印象を持ちます。もっと言うのは3面採光とかだとですね、明るすぎて眩しすぎて、夏とか暑いとか冷暖房の効率が悪いっていうのはあるんですけど、印象の話において3面採光だったら確実に明るいし、明るいっていうことは気持ちが晴れる感覚があるんですよね。こうパーッと部屋に入って、廊下が仮に暗かったとしても、その招かれた部屋自体が景色が良かったり、抜けてる景色が見えるっていうのは、やはりこう気持ちが晴れるんですね。晴れるっていうことは、すでにどういう状態になってるかっていうと、これから習おうとするレッスンとか、教えてもらう学びが楽しそうな気分になるっていうことです。逆に入っていってだんだん暗くなると、そのレッスンとか内容がどんなに良かったとしても、一瞬なんですけどね、気持ちが落ちる感覚があります。これはもう心理的な操作の部分になるので致し方がないんですけれども、傾向としてそういう傾向があります。だから第一印象としては、もう単純に明るいか暗いかって言ったら、明るいタイプの部屋の方が、普通にいろんなお教室を自宅でやってるようなケース、ないしは借りたとしてもなんですけどね、その部屋が窓が多い方がいい、明るい方がいいっていうのがまず1点あります。なので例えば距離が遠かったりしてもですね、そのお部屋が例えばすごく景色が良かったり眺めが良かったりすると、あ、癒されるわとか、風景が気持ちいいとかね、都会だったとしてもですけどね、そういう感覚を持ってもらえる可能性が高いです。この点においてはですね、自分がその、何て言うんですかね、割とこう薄暗い感じのこうムーディーな感じが好きというのがあったにしても、教室運営をしていく上では割と明るい方が世間一般的には好まれます。だから照明の灯数を増やす減らすっていうことで、自分の夜はね、ピカピカである必要ないと思うんですよ。ムーディーな演出とかね、するには多灯照明の中のシーリングライトと言われる天井灯を減らした状態で、サイド光ですね、スタンドであったりとか、壁ブラケット、壁についている照明とかでその光を補うことで、こう多灯照明を使うとすごく部屋に奥行きが出るので、ムーディーな雰囲気になるし、バーとか思い出してもらうと分かると思うんですけどね、暗いですよね、かなりね。だけれども、こうムードはあるから、こう気持ちが高揚感が増してきますよね、夜な感じで。でも教室って夜な感じであまりやるっていうのがね、少ないので、昼と夜の顔を変えるっていうので、照明で扱うっていうのは全然 OK だと思うんです。なので、せっかくなのでね、照明の種類と光源の種類のことをちょっと、じゃあどんな照明器具を選んだらいいのよとか、じゃあ暗い、窓が少ない家はどうしたらいいのよっていうことについてお答えしていきたいと思います。
まずですね、一般的な照明器具っていうものはどういう名称で呼ばれてて、まあ、どういう効果があるかっていうと、まず普通にですね、一般的にこう箱があったとして、この上の方にベタッとついている天井灯と呼ばれるものが、いわゆるシーリングライトっていう名前で呼ばれています。主照明として、要は全体を明るくするっていうためにつけられることが多いので、まあ、よくね、いろんなところに行くと6畳用とか8畳用とかっていう明るさを保持した状態の一つの目安で書いてあって、ドーンってあるんですけど、海外行くとですね、シーリングライトってあまり文化がないんですよ。ダウンライトでだいたいこうポコ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 って壁に埋め込まれた、それをこう多灯でつけて、ブラケットとか、あとはスタンドとか、そういうのでこう光を演出していくっていうことがね、多かったりするんですけど、日本の文化ですね、シーリングライト一灯ドーンみたいな形で明るさを保持していくっていうのは。ただ全体的に明るくふわーっとなるので、主照明としてはまあ大事かなっていうところがありますね。で、まあ、それが天井灯です。であとシャンデリアですね、吊り下げ型と天井直付け型、ちょっと吊り下がってるタイプだとこういう感じと、あと天井直付け型上にこうわわわ、まあ豪華な雰囲気と非日常な感じがするので、リビングとか、あと吊り下げ型とかだったら、吹き抜け空間とかには非常に合ってるので。ただ天井が低いところにこれやってしまうとですね、豪華なだけに部屋が狭く見えてしまう。だったらすっきり天井直付けのポンっていうシーリングライトの方が良かったりします。あとペンダントライトですね、ペンダントって言ってこう吊り下げて、そこの局部的にそこだけこう明かりを取るみたいな吊り下げ型の、それ自身がですね、形がとても面白いものとか、フードによって下だけに明かりが漏れるもの、ぼーっとした丸い感じのもので、全体的に明るさが拡散するものっていうのがあるんですけれども、主に今ダイニングに吊るして食卓を演出するのに向いてはいるんですけれども、教室授業で考えた場合に、まあ、ペンダントライトっていうのが日中ですね、暗かった場合にはつける必要はあるのかもしれないですけれども、そうでもなければね、明るい部屋とかだったらいらないと思います。あと邪魔ですよね、そこにあるっていうのがなので自宅で使いたい時の使い方と、教室と併用する場合の照明器具のイメージって違ってきちゃうんですよね。はい、だから自分の家は割とムーディーな感じが好きな人でも、明るさっていうのをやっていく場合にはちょっと足りない場合があったりします。あと、次はフロアスタンドですね。いわゆるまあホテルとかのよく部屋に行くと、角っことかの方にこうフロアのスタンドが置いてあったりしますよね。はい、それっていうのが主に床に置くタイプの照明とかで、こうパチッパチッとやってね、つけたり消したりとか、夜にそこだけつけるとちょっとシックな雰囲気になったりとかしますよね。あとは、テーブルスタンドですね。テーブルなどにも置いて雰囲気を出すようなものとか、あとは細かい作業をするときにそこだけ明るさを取るとかっていうのに、まあ、使ったりするスタンドがあります。こうフロアスタンドでこうドーンって床から出すものじゃなくて、テーブルの上にちょんって置いて明るさを取ったりするものですね。あと最初から建築の照明として設計しないと無理なのがダウンライトです。天井に穴を開けていきますので、ここって決めた位置に穴を開けていくので、ダウンライトの配灯っていうのは明るさをどう取りたいかと、あとさらにそれをどう調光して、雰囲気を変えていくかっていうのを最初から計画で考えていかないと無理なのがダウンライトになります。しかもダウンライトのライトがですね、拡散光タイプっていう、こう広く角度を持っているようなタイプと、こう狭い強角ですね、狭い角度のタイプのものとかで光の演出が変わるんですよね、部屋の見え方が。なのでダウンライトは結構奥が深い照明器具の1個だと思います。あとスポットライトですね、収光性が高い、要はそこだけスポットでピンポイントで当てるっていうので、スポットライトを部屋の中でこう意図的にやるっていうのは、なかなかこう最初から何をどう照らしたいっていうのが分かってる人でないと、スポットライトをどういうふうに使っていくかっていうのはなかなか考えにくい場所ではありますね。私の場合には絵を照らすようにスポットライトの配灯ができるように、ライティングレールっていうレールを敷いて、そこにスポットライトもカチャカチャってやって光を絵に当てています。
で、絵に優しい光ってあるんですよ。ダイクロハロゲンライトって言って、ダイクロイクハロゲンライトって言って、光の方に熱が出なくて後ろに熱を逃がす、だから絵を傷めないって言われてるライトとかって、高いですけどね1個2500円、3000円弱したかな、確か。結構高いんですよ。だから切れると、おー残念みたいな感じになりますけど、そういうライトもあります。あとブラケットですね。ブラケット、壁にそのまま取り付ける補助的な照明で、これも建築家照明になるので、最初からブラケットっていうのは、戸建てとかだったら、できるんですけどね、マンションとかブラケットっていうのは何か大改造をして、その壁の後ろに埋め込むっていう形で配線やっとかないと、ブラケットって設置できないですね。あとブラケットの厄介なところは、そこをそういうイメージがあって作ったのに、配置とかレイアウト変えてしまうと、その照明はそこでいいのかっていう話が出てきてしまうのが若干残念なところがあるので、後付けではあまりできるものではありませんけどね、ブラケットライトっていうものが。あとフットライトです。床近辺で足元を照らしたりとか、ホテルとかでもね、自動的にセンサーでパッとつくようなところとかもありますけれども、廊下とか階段とか寝室の常夜灯としてつけるっていうのが向いているようなもの。フットライトも建築家照明になるので、あまり通常は馴染みのないものです。なので自宅教室の方で主に工夫するとすると、シーリングライト、シャンデリア、あれですけど、ペンダントとか、あとはスタンドですね、小型スタンドかフロアスタンドかテーブルスタンドか、このあたりで演出はしていくことは可能になります。なので、部屋が暗いと本人が感じるかどうかは、慣れてしまってるからね、感じないんですよ。外から入ってきた時の第一印象っていうのは、初めて入ってきた人しかわからないんですね。だから私は生徒さんのご自宅とかを訪問する時に、まっさらな状態で、あまり先入観がない状態で入って、暗い明るいっていうのを判断して、暗い場合にはどこに照明器具を置いたらいいのか、配灯したらいいのか、割と角っこですね、隅っこが暗いと部屋全体が暗く見えるので、角とかにスタンドを置いてみたらとか、こちら側の対角の方とかも暗がりができやすいので、そのあたりにスタンドが置けるかどうかっていうのを提案したりとかですね。あとは、スタンドの光もですね、ちょっと面白いタイプの光があって、こう 上向きにこう光が広がる、こういうフラスコ型っていうんですかね、なんかそういうスタンドもあるんですよ。そうすると上に、天井に光を当てることになるので、シーリングライトっていうのはそこから光がバーッと出てるんですけど、間接照明っていうやり方になるんですが、 こっち側に光がね、あんまり漏れないようにして、上だけに光が行くようにすると、天井がぼんやり明るくふわーっと照らされるんですね。そうすると天井が明るいと、人ってその空間を広く感じたりとか、明るいなって感じたりとかするんですよ。これ心理的なものなんですけどね。例えば壁紙のとか、壁とかのカラースキーム、色彩計画の時にですね、天井を暗くするのか明るくするのかで、その部屋全体の見え方が変わるっていうものがあります。例えば天井重たい色、暗い色にすると部屋全体が引き締まるんですけれども、部屋全体が狭く見えます。だから天井に暗い色を持ってくると結構ね、狭い感じになるんですよ。その代わり落ち着いた空間にはなったりするんですけどね。明るくって開放的で広い空間に見せたければ、通常天井は白い方がいいです。やっぱり白とかじゃなくてもいいですけどね、広がりが出てくる。でかつ照度が足りない、窓が大きい窓がないとか、そういうようなケースの場合には、天井に明るさを出すと明るく見えるんですよ。でそれもなんか主照明のそのドーンっていうシーリングライトがあるっていうより、おしゃれな感じに見えたりします。で多灯照明ですね、組み合わせでスタンドとスタンドを組み合わせてみたりすると、雰囲気がね、良くなったりとかするので、こう全体的におしゃれ感が出てくるので、どこに何をどう配置するのかっていうのは、インテリ雑誌とか見て研究してもね、いいんですけれども、後付けでやるときに私がおすすめするのが、そのソケットとか大概ついてる場合が多いので、天井シーリングライト一灯用のそのソケットを使って、ライティングレールですね、こういうバーみたいなやつを設置することができると、ライティングレールにポコ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 って、それ用の専用の照明器具は配灯することができるので、空間をこう大きくっていうか、
少しこうアレンジした状態でね、こう使っていくことができたり、そこにペンダントを入れたり、そこに補助照明を入れたりということで、少しこうなんていうのかな、部屋全体に奥行きを出すような照明計画をしていくこともできます。まあただその分灯数増えますんでね、照明器具の値段は上がってきますけどね。あと寿命は単なる蛍光灯とか LED とかの LED の、そうだな、ライティングレースポットタイプはあるんですけど、少ないは少ないですよね。なんで蛍光灯とかのシリーズになってくる単なるシーリングライトよりは、少し寿命が短いなっていうのがあったりします、はい、あとはその実際の光源の種類と感じさせる気持ちの部分の話ですね。昔はですね、蛍光灯と白熱灯ぐらいしかなかったんですよ。で、蛍光灯っていうのはご存知のように長寿命で、どちらかというとまあ経済的な光源になるので、昔はですね、白色蛍光灯しかなかったんです。だから事務所、オフィスワークですね、もうはっきりとその作業するものが見えるとか、そういうものが白色蛍光灯、蛍光管、直管の蛍光灯って言って一本の棒みたいになってるやつ、よくキッチンのところにはこれよく配置されてると思うんですけどね。白色、あと食べ物の色がきれいに見る三波調光蛍光管とかっていうのもあったりするんですけれども、基本的には大概ね、白色の蛍光灯がだいたいキッチンには入ってるはずです。なぜかっていうと、手元がやはりきちんと明るく見えること、包丁とか使うような場所だったりするので、上の方とだいたいこうキッチン灯みたいな、手元灯みたいなのがだいたいセットでついてることが多くて、しかも白い色が多いです。はい、あとはまあ勉強、ザ勉強っていう会議室とかもね、やはり蛍光灯の白色が多いですね。はっきり文字が見えたりとか、作業がするのに向いているのが白色になります。ただ寒々しいんですよね。だから演出的にはこう白いから白っていう感じになるので、私は中白色の蛍光灯とか、中白色っていうのはまあいわゆる日光でいうお昼ぐらいになった時の透明に割と近いようなイメージですね。中光色か、中光色蛍光灯とか、うん、そんなイメージで自分のところはやったりとかしていますね。で、白熱灯とかいうのは割とオレンジ色系の光なんで温かみがあるので、演出効果は高かったりします。蛍光灯、さっきの蛍光灯でいうと直管とか丸型とか、あと電球型の蛍光灯とかもあるんですけど、ミニクリプトン灯とか、あとはレフ球とかですね、さっき言ったダイクロハロゲンとか、そういったこう割とあったかい色系のオレンジ色系の光源を持っているようなものが白熱灯に多いんですけど、欠点は熱を持ちやすいっていうのと、あとは切れる、よく切れます。寿命は蛍光灯より全然短いですね。ただ調光器とかが使えるので、こう調光器をやるとこう絞ることによって明るくしたり暗くしたりっていって、光の演出しやすいのが白熱灯になります。なので面で光源を取るっていうよりは点で光源を取るタイプのものになるので、演出用ですよね。補助灯として向いている。でさっき言った蛍光灯っていうのはもう本当に主照明として拡散タイプの光の光源なんで、スポットじゃないので影が出にくいんですね。だからまあ調理器具のところにはいいんですけれどもね。だからお教室もいろんな形のお教室あると思うんですよ。オープンキッチンでキッチンとリビングが続いてるっていうと、全体的な照明の明るさも取りながらインテリアとしてそこにあった方がいいので、かつ、まあ、手元が影にならないように横からの光を入れるとか、ここからだけじゃなくてこう横とか三灯みたいなペンダントみたいなのがついてて明るくするとか、まあ、いろんな演出とかあると思うんですよね。だから本当に光ってですね、やり始めるともうキリがないぐらいいろいろ提案ができてしまうんですけどね。あともうちょっとだけ光源の話をしましょう。LED ですね、省エネ長寿命型のエコーになりまして、器具もあるんですけれどもね、いろんな器具あります。長寿命っていうのがやはりいいですね、 LED のものっていうのが。ただ割と LED のがですね、ゆっくりこう点灯するようなタイプが多くて、パッといきなり明るくならないんですよね。じんわりゆっくりだんだん明るくなるみたいな感じなので、洗面所とかに使ったこととかあるんですけど、今までその
白熱灯とかポンってやるとパッて明かりがついてたのがじんわりつくんですよね、ゆっくり。だからなんか遅って感じなので、私は LED とかはしょっちゅうずっとつけっぱなしにしとくような場所とかには向いてるなと思うんですけど、パッと明かりが欲しいようなところにはあんまり向いてないかなっていう気はしてたりとかしています。とにかく器具自体はね高いんですけど、その後の寿命がとても長いので長寿命タイプになるので、そういった部分でねおすすめです。ですから窓がねないとか、窓があんまりこう小さくて光が入ってきにくいっていうところは、そういった後からでも置ける照明で光の明るさをとっていった方がいいですね。印象の問題です。で、あと部屋のクロスとかはご自身のお好みでもちろんやっていただいていいんですけど、写真を撮ったりとか明るい印象っていう風にするとやっぱ明るめの色の方が基本いいですよね。かっこいいのは暗めの色とかでも全然いいんですけど、その分照度を明るくしないと、入ってきた時にですね暗い印象を持ちます。シックな教室として売ってて、テーブルコーディネートとかもうレストランのようにこう食器とかをねこう並べたものでムーディーに食べようを教えるような教室っていうブランディングしてるんだったら OK なんですけど、一般的にはこう習いに行くのが楽しい、気分が高揚するみたいな、そういう観点でやっていくケースが多いので、できれば部屋は明るめに照度を整えていくっていう考え方がいいかなっていうふうに思います。ですので第一印象のポイントっていうのは明るさなんですね。なんでこれはご自身がね人間が明るいとかそういうレベルの問題じゃなくてですね、部屋そのものが明るいかどうかで人の気持ちっていうのは左右されるっていうことです。人間のその体が持ってる感覚として、なので、それによって印象を損してるなぁともしも考える先生がいるのであれば、これを機会にちょっと照明計画っていうのも少し後から足してどうにかなるもので、教室の印象が良くなるのはいいと思うので、そんなのもちょっと考えてみていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。